はい、ドライバーの皆様こんにちは。大分市の別法業者と申します。本日はブレーキパッドの重要性についてちょっとご案内をしたいと思います。整備士の工藤の方からご案内をさせていただきます。今、ブレーキパッドを取り外しているんですけれども、はい、工藤さん、じゃあブレーキパッドの、症状と重要性について説明をしてもらっていいですか。お客様の方からちょっとブレーキの異音がするということで、はい、今ブレーキの方を分解したんですけど、はい、もうディスクパッドがもう完全に減ってまして、はい、これがこの外についてるパッドですね、はい、でこれがこう中側についてます、はい、そしてブレーキを踏めばこれをガチッと締めて両方から締めつけるわけですね。両方からこう締めつけます、はい、キャリパーという部品で、はい、これが止まれば車が止まるという形になってブレーキが効くようになってるんですけど、はい、今回もうパッドの方が減りすぎてまして、はい、こっちはまだパッドが少し残ってるから大丈夫なんですけど、こう外側の面がですね、はい、パッドが擦れても金が出てるんですけど、はい、このパッドの金とローターの金が当たってもこのローターが削られてしまったという形になってます。なるほど、はい、だからもう粗いサンドペーパーで削っちゃうようなもんですね。そうですね、はい、このままの状態で新品のディスクパッドをつけても、はい、今度この傷からこのディスクパッドが削られるもんですから、もうすぐパッドが減ってしまうんですよ。はいはいはい、だからもう今回はお客様とお話ししてこれをディスクローターと言うんですけど、はい、新品にもう交換、見積もりさせてもらってます、はい、ディスクパッドとローターの交換ですね。交換ですね、はい、まあ前もってももう少し前にブレーキのパッドだけでも交換しておけばこのローターは変えずに済んだんですけど、はい、これ高い商品なんですけど、はい、部品なんですけど、今回も変えることをお客様にお勧めして、はい、そういう作業をさせてもらっています、はい、ということは、まあ、結論から言うと、各整備工場からブレーキパッドが減ってて寿命ですよというふうなアドバイスを受けたときには、うん、前もって交換が望ましいですね、はい、そのタイミングの時にきちんと交換した方がここまでひどくならずに済むという、はい、こういう余分な部品が出ないことで済むと思います。はい、はいはい、ありがとうございます、はい。